こんにちは、ドラマケンです。本日のテーマはですね、ブラジル音楽ボサノバサンバ、はい、これについていきたいと思うんですけど、題名が曲はですね、有名なマシュケナダについて3本動画撮ってみたいと思います。今日は初級編です。見ててください。はい、ドラムやっててうまくいかない方、ドラムやりたい方、ドラムを教わりたい方、ドラマケンがオンラインでマンツーマンで教えるドラムコンサルを始めることになりました。ご覧ください。マシュケナダ、セルジオ・メンデスとブラジル66というね、1960年代、まあ66年ですね、何年前なんだっていうね。だけどまあ、マシュケナダっていう有名な曲にはですね、とってもリズムにおいて重要な要素を秘めてますので、ここについてちょっと解説したいなと思うんですけど、前回ですね、ロザーナっていう曲で3本、導入編、中級編、完成編みたいな形でちょっとやってみたんですけど、このね流れ今回も実は使えるんですよ。まずね、ちょっとマシュケナダってちょっと聞いてみたいと思います。うん、ワン、ツー、スリー、フォー、ダン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 、チャチャチャンチャンチャンチャチャチャンチャチャ、ワン、ツー、スリー、フォー、ドンダンダンダン、チャチャチャンチャチャチャンチャチャ、おチャチャチャンチャチャチャンチャチャチャン。そう、これで大事なのは実はチャンチャンチャ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 まあ最低ここ1、2、3、4、2、2でもだけど本当に取りたいのはトト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 1、2、3、4 1、2、3、4、2、2、3、4、1、2、3、4、5、6 1、2、3、4、5、6、7、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 1、2、3、4、
感じで皆様爽やかなボサノバとはですね全く違うんですけれども、実はここがスタート地点としては大事です。はい、マシケナダダンスビートバージョン、今日はですね解説させていただきました。第2回目はですね、これを大人になったらどうなるのかみたいなね、はい、ちょっとメロウな部分をちょっと見せたいと思います。それでは次の動画でお会いしましょう。バイバーイ。はい。